きされてるんですね。まあ、12月としてはね、これ異例の寒さということで、まあ、携帯なんかね、充電するのがあっという間に10個ぐらいでなくなってしまうということで、まあ、このシベリアの寒気がいつかこうですね、日本の方に来ます。
それよりも年配の経験が深い記者さんがですね、これは違うと、大谷選手はトロントに行っていないといくつか書いてます。で、実際先ほどジョン・モールスター MLB ネットワークのテレビちょうど今出てまして、はい、すいません、あれは誤報でしたというふうに言ってます。なのでおそらく大谷選手トロントに今日行ってないと見られます。まあ、本当に SNS でもあまたいろんな情報が流れてて、実際大谷選手と、まあ、通訳水原さん、あのネズバレムさんがですね、歩く映像なんかも出てるんですけども、これもおそらくフェイクなんじゃないかと思います。なので今大谷選手どこにいるかは分かりませんが、おそらく今日トロントに行くという情報は違ってたんではないかと。やはり私が確認したプライベートジェットはもう本当にただの旅行のご家族だったんじゃないかと、そういう感じですね。今大変紛らわしかったというところですけれども、となるとやっぱりこの感触としてはなかなか今日発表じゃない、来ないんじゃないかって感じですか。そうですね、もう今西海岸午後になってますし、まあ、東海岸はそうするともう夕方ですよね。でこれからじゃあそのメディアを集めて何か発表するとか、まあ、記者会見をするとか、ちょっと現実的じゃないのかなというふうに個人的には思いますけども、まあ、となると明日以降何か動きがあってまた記者発表なり何なりあるのかなという気がしますね。週末関係ない、土曜でも日曜でも発表ある恐れはある。まあ、可能性はやはりゼロじゃないと思います。おそらくあのアメリカの記者の方はやっぱりクリスマスとかですね、休みたいはずなんですよ、家族を大事にしてるので。でイコールってことは土日にそれやるのっていう、このビッグニュースをっていう。で言ってしまえば球団からすると日本のこともやっぱ考えなきゃいけないと思うんですよね。日本の皆さんがあの見るためにはいつがいいのかっていうのも当然球団の広報戦略としては考え変わってくると思うので、まあ、週末やるとしたら明日じゃなくて日曜日だと、まあ日本時間月曜ですから、まあ、あり得るのかなっていう気はしますけども、時間帯的には大体どのくらいの時間帯になるんだろうなっていう発表のその瞬間っていうのは記者の肌感覚としてはどうでしょう。いやー、もう分からないですけど、おそらくですけどもあの球団のですね、まあ、公式 SNS なり、まあ、大谷選手も公式のインスタグラムをお持ちですから、まあ、こうしたところで第一報は出すのではないかと、まあ、こういうチームに行きますよと。でその後おそらくちゃんと整えた上で記者会見なり何なり、まあ、あのメディアを招待して、まあ、ちゃんとおそらくオーナーも呼んでですね、まあ、ユニフォームに袖を通すと、まあ、そういうセレモニーをするんじゃないかなと思いますので、まあ、2段階あると思いますね。まず公式発表、まあ、球団の SNS 等あって、まあ、記者会見をやるんであればその後1日2日置いてなのか、まあ、当日ってことはないかなというのが肌感覚の予想です。公式発表はまず先だと。力井さん、ちゃんと見てたと思いますけど、里崎さんの予想はエンゼルス残留という予想でしたけれども、想定についてさえなんですよね。いや、もう本当に里崎さんのおっしゃる通りで、エンゼルスで環境を変えた人たちが一番いいのはいいと思うんですよ。ただ、ファンの方、どうしても私取材する方多いんですけども、まあ、やっぱりファンの方がちょっと大谷選手のこと好きだけども、エンゼルスなんでこんなに強くなれないんだと、大谷選手かわいそうっていうやっぱ方はいるんですよね。頑張っても頑張っても勝てないから、まあ、その意味でもう送り出すっていうのも大谷選手に対する愛情の一つなんじゃないかという意味で、少しなるほど、もう諦めてもしょうがないと、そんな雰囲気はありますね。というドジャースバックの力石記者でしたけれども、ありがとうございました。ファンの人は諦めちゃダメですよ。大谷と一緒にチャンピオンへ。まずは公式発表が先だっていう部分においてそこをチェックするという手があるんですよね。いやでもさっきのこのブルージェイズ 60% っていうのはじゃない、誤報中もそういうわけでもない。それとは違う。里崎さんの読みでいくと、その年俸だとかね、金額がかなり高かったっていうランキングになってるんじゃないか。これを作られた方の、まあ、想像と願望が入ったパーセンテージが、はい、っていうことになります。もう最終決定、勝負が決まるまでというか、もう決着がつくまでわからないんですね。だから全員 50% で言うのがいかないから。いいもんってことですね。引き出せないから。菊池先生の予想としてはどうですか。全員 50%、僕もエンゼルスいいんじゃないかな。
関心を誰よりも守り続けること。洋上性能 120% 到達、ブリザック SUV にもブリザック。さあ、本日はですね、日本一の湖、琵琶湖の東側
格好です。 あとここはね、なんか寒いです。すごい寒い寒い。大海八幡で発掘。ちなみに場所はですね、大海八幡って言ってますよ。はい、滋賀県。滋賀県。え、ブラックバスじゃないの？あ、ブラックバス。ブラックバスですね。ブラックバス。それだったんですけど、多分違うと思います。すいません、正解こちらでした。え、大海牛肉。はい、大海牛だ。あ、大海牛ね。そうなんです、正解は大海牛でした。で、今いるところはですね、ビワコフードという大海牛の加工工場ですね。ということで、室内もこの冷蔵庫みたいな。僕のちょっと右に見てもらっていいですか。おお、すごい、こういうのがね、あるわけですよ。はい、というわけで本日のポイントは、日本三大和牛、近江牛が食卓に届くまでです。ちょっと詳しい方に話聞いてみましょう。はい、ありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。食肉検定委員会認定のお肉博士の北川です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。はい、え、博士ですか。博士、お肉博士。お肉博士の資格を生かしてですね、はい、今年の3月から、はい、食肉工場 の、 あの加工技術を案内する見学をスタートしました。あ、最近そう始まったわけですね。はい、なるほど。まず大見牛って美味しいのはもちろん知ってるんですけど、はい、どんな特徴があるのか知らないですか。はい、油が甘くて美味しいのはもちろんなんですけども、はい、肉の問題が非常に濃厚でございます。肉の旨味というのを感じていただきたいなと思います。この先、一般道外方町のエリアに
の作業を守っていきたいなということで。なるほど、未来につなげるためプラス、はい、あとはまあ子供、もちろん大人もそうですけど、意外とスーパーのこのお肉しか知らなかったですよね。食育って意味でも、はい、そうです。で、この後ですね、実際にスーパーに並んでいるようなお肉にカットをしていただくんですけど、はい、そういうところがあるんですけども、はい、そこで実際お客様にもカットの体験をこの補助計画でやってるんで、はい、今日中野さんにも体験してもらいたいなと思ってるんですけど、いいですか、はい、教えてください、ぜひ、ぜひ、はい、うまい切り方を教えてくれるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。もう今盛り上がっている家康の、いや立派なもんですよね、これかっこいい、テンション上がるね、このスケール。今回は大好きな静岡の名所や絶景を探したいんです。先日ちょっと妻と2人で、まあ、初めてって言ってもいいんだと思いますけど、2人きりで旅行したんですよね。それすごい楽しくて、まあ、これから多分子供たちが育っていった後、2人きりになった時にあちこち旅行しようかなと思って、まあ、そのロケハンも兼ねて今回は静岡に改めて遊びに来ております。
ビ栽培発祥の地。実は以前僕はここにお邪魔しておりまして、ここで食べたわさびめちゃくちゃ美味しかった。本当にシンプルなわさび丼なんですけど、もうね、家で作るわさび丼じゃちょっとダメなんですよね、ここで食べないと。さて、どっちだっけな、こっちから。いやー、見てください、これがわさび田です。全部わさび。やっぱ静岡はこれだけ水がきれいだからね。3年ぐらい前だったかな、僕お邪魔したの。あ、いらっしゃった、白鳥さん。場所も変わるんですか。